はい。吉田さん。何をやっても金を稼げない人。うーん、確かにね。あのー、やっぱり金を稼ぐことには興味があるんだけども、金を稼ぐという目的のための手段に興味が持てないんでしょうね、きっと。だから、YouTube をたくさんやったりとかね、ブログ記事を書いたりとか、商品を作ったりとか、これはね、あんまり興味が持てないと思うんですよ。ですんで、そこを組んでですね、どのようにお金を作る方法を興味を持ったものと組み合わせて、まあ、こう、 つつかなくてもね、自分で自発的にやれるものを見つけてあげるかっていうのが私はコンサルだと思ってるんですよね。えー、要するにこれをやったら稼げますよっていう風にしてこちらからカリキュラムを押し付けるんではなくて、えー、この、まあ、熟成産のね、えーまあ、人柄とか余剰時間とか余剰金とか趣味趣向とか人間関係っていうのをつぶさに粒さにですよ粒さにこう面談して面談して掘り下げて掘り下げて掘り下げて,下げてあこの人は このビジネスだったらストレスを感じずにしかもこちらからカリキュラムを与えなくても自発的に毎日毎日毎日やるなってものを見つけた時に私はその話題をどんどん出していくんですよねですので当然ですけども時間がかかります時間がかかるんで人間関係を作ることに重点を置いてるんですよですから私はカリキュラムは送りませんこちらから 求めてきたりその人に必要なんじゃないかなこれはっていうものが見つかったらカリキュラマだと分からないようにしてどん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 送っていくんですよね、まあ、例えばね、えー、今あの動画 YouTube がそっか塾の中でもかなり流行っていて YouTube のねグループが結構な人数でできてるんですよそれは何でそういうふうになったかっていうとそれぞれの方が YouTube ってものを知っていてたまにはポロポロポロってやってたんですよねでも YouTube で発信したいと思うことをやるよりも何かしなくちゃっていう焦燥感からやってるだけだったんですよそれは全員共通でしたですんで一人一人に何だったら頼まれなくてもやるかなってものを掘り下げて見つけてあげる時間が必要だったんですよしかも全員同時にではないです一人ずつなんですよということで私はね えミスターマイアミさんっていう方、マイアミに住んでる方と、まずは動画のキャッチボールをすることにしました。ミスターマイアミさんっていうのは、即下塾の熟接の中では、この2ヶ月に参加された方なんで、子さんではないんですよ。本当に、えー、最近っていう方なんですけども、でもですね、毎日の動画のキャッチボールをしていくうちに、他の YouTube をやってる方、即下塾でやってる方が、どんなやり取りしてるんだろうって感じで乗っかってくるんですよね。そして見てみると、私とミスターマイアミさんのやり取りの中には、他の即下塾で YouTube をやってる人には、こんな人がいますよって話題が、もう ビビビビュュュュンビュンビュンビュン出てるんですよそれを見るもんですからあ自分のことが話題になってるもしくはあれ自分も YouTube やってるけど話題にはなってないいつ話題になるんだろうって形で乱すんですよそうすると再生回数チャンネル登録者数が増えていくとえミスターマイヤメさんは自分がやってることに対してあれなんか久保直長とやり取りしてたらなんかファン増えてるやんみたいなこれ面白いなもっともっとやろうみたいな感じでものすごいね本数をやるようになったんですよで、えー、現在はね ご自身で9月のアップロード本数300本目標ということでもうすでに100本超えてますんで簡単にいくだろうと思いますよねこういう風にして一人一人に何がお金に向かう道として向いてるのかってことをこっちでね見つけてあげてしかもそれとなくこっそりとその道を歩むようにしていくのが私のコンサルだという風に考えておりますまあですんでねえまあこちらからカリキュラム設定してじゃあ初日目ですよ自己アフィリエイトですよってやるもんではないんですよね うんまあ、そういうふうにしていくのが私の初期の速科塾だったんですけど今は違います気づかないうちにお金を稼げるルートを歩けるように気づかないうちに凡司帝帝があれそういえばなんか気がついたら毎日これやってるじゃんみたいな状態にしていくのが私のこの即科塾20182019年速科塾ジェネシスジェネシスっていうのは創世期ですよねこれからやっていきましょうというカリキュラムなんですよねまあですね残念ながら普通の人っていうのは苦痛を感じずにこれだったら楽しくやられるぜってものが ないんですよここがね普通の人なんですよ普通の人はね打ち込んでるものがないということなんですよ。振り返ってみるとそういえば中学の時の部活も高校の時変えたしなとかねで好きな教科っていうのもし確かなかったしなと未だに付き合ってる友人っていうのはいるようでそういえば3年以上電話かけてないかなみたいな感じだったりね。なんかね生活の中に あの石の上に3年って言葉を聞いてきたかもしれませんけども結局あれもこれもね続かなかったっていう人生なんで余計自分に自信がなかったり自分が何の専門家なのか分からないってことになってくるんですよそして自分が何の専門家かなと思って無理やり考えたのがそういえばいやいや会社に20年勤めてたなとこの自分の勤めてる会社のことだったら分かるかなって感じでなぜかですね強制的に押し付けられた毎日を自分の特技としてしまうということなんですよこれは私はね奴隷化だと思ってるんですよ 毎日毎日これをやりなさいって言ってね牢屋の中の囚人が強制的に将棋の駒とか作らされるじゃないですかそれは上手になりますよ上手になりますけどもだから社会的にニーズがありますかってこと,とは全く関係ないんですよねでも自分はその道のベテランだと思ってしまうということが起きてくるのがあ,あ 危険だなぁと私は感じるんで、そういうからくりをどんどん伝えていって心に火をつけていくっていうかね内側のモチベートをしていって自分は一体幼い少年の頃何に憧れていたんだろうってものを思い出していただくために私との対話があったりそれからですね私がその憧れを実現したところをどんどん見せていく必要があるのかなと思ってるんですけどねまあ強いて言えば私のカリキュラムっていうのは「なるほどそういうことか」って言わせることの連続を この毎日送り続けることなのかなというふうに考えております。えー、それではですね、また別の動画でお会いしましょう。失礼します。